申し訳ないことに明治天皇のうさぎ狩りっていうネタはですね、佐賀人とも佐賀県とも全く関わりがありません。申し訳ない。先にそれを謝っておきます。まあ、明治天皇が明治14年から明治17年にかけてうさぎ狩りをしまくっていた時期があるんですね。で、なんでそんなにうさぎ狩りに執着してたんだろうというのを、本人が俺はこういうわけでうさぎ狩りをやってたんだよという心情を吐露したものっていうのは資料ってないんですよ。今流行りの言葉で言うと忖度するしかないんですね。なんでうさぎ狩りだったのっていうところなんですけれども、どうも考えますと明治17年に死んだ西郷隆盛の子供を召し出してドイツに留学させてやるということを明治天皇がなさるんですよね。で、それで、それ以降うさぎ狩りがないっていうところで大体わかるんですよ。うさぎ狩りといえば上野の西郷さんですね。で、俺がうさぎ狩りにこんなに土地狂ってるっていうのを誰にアピールするかっていう、それを見ていく話なんですね。まあ、これ50分で全部読むのは無理なんで触りだけなんですが、お家帰ってからじっくり読んでみてください。歴史上の重大なことって結構含まれてます。3ページ目ぐらいからいきますかね。もういきなり飛ばしちゃいますけど、中西さん のお話の中でもちょろっと出てきました大阪遷都の儀という中でですね、3ページ目の下の方真ん中辺に玉体は寸地も踏みたまわざるものというね、明治元年当時 の天皇に対する認識っていうのは こんなもんなんですよ。天皇は土を踏んで歩かない、まあ御所から外へは行かないし、行ったとしても腰に乗ったまんま土を踏まないというような、認識だったのが、明治天皇はひょこひょこどこへでも遊びに行くわけですよね。でそういうふうに、意識が変わっていったという、まあ、流れも見ていきたいんですけれどもね、まあ、そういう寸地も踏みたまわざるものっていうのがですね、雪を踏んでうさぎ狩りするようになるんですよ。大きな変化です。で、まあ、天皇の命令っていうのが直っていう、直令っていうのは一番わかりやすいんですけど、天皇が朕は何々を命ずるっていう、 こう書面が出るっていうと、まあ、直っていうのが一番わかりやすい。でもういろんな形式があるんですけれども、その天皇の書面がない女房奉書みたいな略式な命令もあったりするんですけれども、特に、なんていうんですかね、こう神官といって、まあ、一番有名なのは会津松平片森に与えられた神官というのはもう直じゃないんですね。あれは命令じゃない、指針なんです。私の気持ちが書いてあるからこれ受け取ってねっていう、そういうものを神官と言います、ね。で、あと御事の理っていうのと直っていうのとどう違うかっていうと、御事の理っていうのは全世界に向けて発表しちゃう。私はこういうことを言いましたっていうのを全世界に向けて発表するのを御事の理で、直っていうのは、命令された人だけが分かってればいいってこともあるので必ずしも発表されないですね。で、直令っていうのは公表されない直令もあるですね。で、うさぎ狩りの場合どうか、もううさぎ狩りは例外だらけなんですよね。基本的にですね、うさぎ明治天皇がうさぎ狩りに行くっていうのはお遊び以外の何物でもないんですよ。公式行事にはならないんですね。伝統行事でもないですから、皇室の本当に、明治天皇がうさぎ狩りしたいからっていうだけで行くわけですよ。それにもかかわらず恐ろしいことが書いてあるんですよ。剣と字を持っていくんですよ。わかります？雨の村雲の剣ですよ。八坂にの勾玉ですよ。それを持ってうさぎ狩りに行くんです。普通考えられないですよ。で、今の天皇さんも伊勢神宮にご神拝っていうような、公式で動くときには剣字を持っていく場合もあるんですけど、遊びに行くのに持っていかないよね。
例えば軽井沢でテニスするから剣と陣持ってこうっていう話にはなんないわけですよ。でも明治天皇はうさぎ狩りするのにわざわざ持ってってるんです。でもう一つ例外っていうのは、例えば金城が軽井沢でテニスを楽しまれるから、じゃあ大臣も一緒に行こうって話にならないわけですよ。厚生労働大臣も健康増進のためにどうかみたいな声の書き方はしないわけですね。でも明治天皇は大臣だの参議だのっていうのをゾロゾロ引き連れて何百人っていう規模でうさぎ狩りやってるんですね。それも不思議なことなんですね。で、そういうのを、なんでそんなことをやってるのかというのを考えていくと、どうも私の考えでは西郷隆盛を早く復権させろということを言うに言えないから、言うに言えないから天皇が直接言っちゃうと困る、それを言わないでくださいっていう人が幾人もいるので、言えない、言葉に出しては言えないから、俺はウサギ狩りが好きだっていうアピールをしてるんじゃないかというところが今のところの私の考えなんですね。じゃあ西郷隆盛と明治天皇のじゃあ直接顔を合わせて話をするようなそういう付き合いってどれぐらいあったの？2年ぐらいしかないんですよ。維新前の西郷隆盛っていうのは、例えば有名な古語書会議ってね、倒幕市民の前にやった王政復古の大号令出した古語書会議の時には西郷隆盛座敷に上がれない、庭先にいたっていうぐらいなんですよね。天皇と顔を合わせるような位置には いられないんですよ。で維新後明治4年になってから新政府に出資しなさいって呼ばれて、そこで初めて明治天皇と直接お話をするような地位についたわけですね。で、明治6年に政官論争があって東京から去ってしまうので、ほんの2年間なんですよ。で、ほんの2年間の付き合いをしただけなのに、明治天皇は最後のことを高く、なんですかね、評価してるし、その死を非常に惜しんでおられるんですね。で、なんでそんなに西郷のことを高く買ってるのかっていうところですが、6ページご覧いただきたいんですが、5ページも見ていただきましょうか。5ページの明治4年7月20日の上下段にありますけれども、参議西郷隆盛思えなく国威を発揚せんとせば、よろしく根源に遡りて旧金の宿兵を改めざるべからず。つまり、宮中が都風をそのまま江戸まで持ってきちゃったので、これを改革しないといけないですよということを言ってるんですね。で、何が一番いけないのかっていうと、女官たちが天皇も皇后も言うこと聞かない、古くからのしきたりはこうですから、そのご命令は受け入れられませんっていうようなことを平気で言う、これを改めなければいけない、皇后様がこれをしたいっていうのに女官たちが口答えをするようではいけないっていうんで、まず女官を首切っちゃうんですね。6ページの上の段に、ことごとく女官を罷免し、8月1日ことごとく女官を罷免しって書いてありますね。で、これが第1回なんですよ。2回やります。6ページの下段にその2回目の女官の大量解雇をやったっていうことが書いてあります。で、これが非常に何ていうんですかね、分かりやすい形で宮廷改革が現れたっていうのは、7ページの明治天皇期明治6年3月この月、これ何日のことだかよく分かんないんでこういう書き方をしてあるんですけど、この月天皇曲げを立ちたまわんの栄誉ありしがついにこれを断行あらせられ散髪となしたも。要するにちょんまげ言って、おしろい塗ってかき眉をして、奥家さんの風俗で、毎朝それを女官が髪を言ってお化粧をしてっていうのをですね、ある時唐突にですよ、侍従を捕まえて、おいお前俺の曲げを切れ、やっちゃったんですね。床屋を呼ぶこともない、床屋呼ぼう
って言うともう動きが察知されちゃうんで、もうやっちゃえばいいんだよ、やったもん勝ちだっていう感じで自重に、おいお前も断髪じゃないか、だからお前と同じ髪の毛にしよう、やっちゃうんですね。で、えいやってやっちゃったもんですから、そのちゃんとした記録残ってないんですよ。床屋呼んでれば何月何日に何とかという床屋をお名刺になってっていうような記録が残るんですけど、その自重がやっちゃってるから、明治天皇記なんていう正式な記録にも何日のことだか分かりませんというふうになってるわけですね。で、まあ、これが非常に分かりやすい宮廷改革の結果の一つなんですよね。明治天皇は曲げを切って、まあ、常々人短服みたいなこんなたすきかけた様相をするようになるんですよ。曲げを言ってたらあの格好は似合わないんで、烏帽子かぶってこういう尺を持ってっていう、そういう、うん、格好をしてたのが、人短服みたいなこういうたすきをかけたそういう様相をするようになるんですね。で、その時に何ていうんですか、こう主導してたのが西郷隆盛と、腹心の吉井友実という人なんですね。で、まあ西郷との関わりっていうのは深い関わりっていうのはそこからじゃないかと思われます。で、まあ年の頃だとちょうど大学生ぐらいですね。西郷と明治4年というと御年16歳の見切りに豪速へ遊ばされて、それが慶応3年の話だから、明治元年2年3年4年20歳ぐらいですね。それで、2年間を共に過ごしたから、まさに大学のゼミに入って2年おっかない先生に学びましたっていうぐらいの感覚なわけです。で、その先生のことを 今でも慕ってますよっていう感じで、まあ何て言うんですかね、こう西郷への思いっていうのがにじみ出てくるもんじゃないかと思うんですけれども、まあはっきり言葉に出して私は西郷のこと好きよって言ってないので、それはまあ妄想だって言われりゃそうなんですよ。で、ですね、一つ西郷とこれだけ親しかったのかっていうのが分かるエピソードが、習志野の演習、陸軍演習で7ページ目のね、上段のケツの方ですね。明治天皇御遊部御兼任について第三師団長陸軍中将渡辺明氏は語るらく、かつて御媒職の光栄に欲したる折、お物語を拝賞することを得たるがっていうことで、大酒飲みなんで食事だけで終わんないんですよ。ワインを飲んだりなさるわけですね。で、まあ散々酔っ払われてっていうのが常なんですけれども、天皇は大和言葉を用いたまい、やっぱり地金が出るんですね。そこまで普段はお前は何々であるかみたいな軍隊長の言葉をお持ちなんですが、その酔っ払うとあらしゃりますほほほっていうような言葉になったんだそうです。で、近年はよほど軍隊的お言葉に変わらせられしも、時々昔ながらの宮廷語を用いたまいたりっていう感じなんですね。だからその15歳ぐらいまでは奥家さんの家に預けて育てられてたんで、奥家さんの習慣っていうのを子供のうちには身につけてたので、それがついつい出ちゃうという話ですね。で、その中で7ページの下段の真ん中辺、また明治3年習志野付近においてこの衛士団の演習に天皇ご自身大隊長の任務に疲れたまいし、お物語遊ばされしよっていうのが、ここが重要なんですね。一つ間違いあります。明治6年です。習志野でこの衛士団の演習をやったっていうのは明治6年です。明治3年にまだこの衛士団ありません。で、その3年ほど間違いがあるんですけれども、中身は間違いがなくてですね、明治天皇がテント張った中で一晩泊まるんですよ。当時の習志野って原野ですから、そのテントが夜間の暴風雨で吹き倒されちゃうんですね。みんな寝静まってるところをやられちゃったんで、天皇が自ら一人でテントを直そうとしてるんですよ。何ごそごそやってんだって気づいたのが西郷隆盛で、あれ陛下何やってんすか、いや倒れちゃったんで直そうとしてるんだよ。で、いやそんなの一人じゃできるわけないよって言って、
こう周りを起こそうとするんですが、やめとけみんな寝てんだからかわいそうだからっていうやり取りがここに書いてあるんですよ。でまあそんなこんなで、まあ、非常に思い出深いことだったんでしょう。それを晩年に至って酔っ払った時に習志野ではこういうことがあってなっていうのを時々大和言葉を交えながらお話になったということなんですね。まあそれぐらいあの西郷との濃いつながりっていうのはあったんですけど、一つ問題があります。西郷は陸軍大将です。陸軍大将は当時、日本に一人しかいない。しかもこの時は天皇が大隊長の役柄なんですね。大隊長って言ったら普通少佐なんで、天皇が少佐の役割やるっていうのもそれは相当ななんていうんですかね、こうスパルタ教育なんですけど、まあちょうど同じ頃明治6年4月にそのテントが吹き倒されてっていうことが起きた後で、5月に江戸城西の丸、旧江戸城西の丸で、この時は皇居が置かれていた江戸城西の丸が火災で焼け落ちます。その時に明治天皇は西郷からもらったタンスが大事でですね、あれを持ち出せないかということで避難が遅れるんですよ。タンスが惜しいっていうよりも西郷からもらったの大事だっていう方が強いんじゃないかと思われます。8ページ目、火星延々として玉座に迫らんとするに豪も終章の恩技なく、商用として御服を改めたまい、皇后に対しては避難その他のご処置について細々とご注意があらせられた。結構沈着なんですね、慌てちゃいない。だがこの間にあって最も驚嘆されたことは、西郷がかつて献上したタンスのことである。天皇はその火急の際にこれを思い出され、このままにしては消失するとおぼしめされ、早速そのお取り出しの処置を自身に命じたもうだ。でこれ後で岩倉が聞いてもうそっとしかねないぐらい の大ショックを受けるんですよ。この時明治6年ですから、まだ岩倉がヨーロッパ行ってる。で岩倉の留守の間にそんな大事件が起きてるんですけど、火事の時に明治天皇がどんだけ沈着に冷静に行動したかっていうのは、まあ直接は知らない。タンスのこともタンスを取り出せって言ったことも知らない。あなたは日本でただ一人しかいない天皇なんだから、さっさと逃げてくださいよって言いたいわけなんですけど、まあその場にいないから言えないわけですね。だけど後からそれを聞いてもうほとんど気絶しかねないぐらいの大ショックを受けるわけですよ。そんなに西郷のタンス大事だったのというねエピソードがあります。で一つ問題があるって言ったの、何を言おうとしたか思い出した。ただ一人の陸軍大将で、明治天皇の補佐役として付き添わなきゃいけないっていう西郷隆盛がですね、馬に乗れないんですよ。日本馬の体格っていうのが、明治天皇がまたがってたその金華山号っていうのは白線が残ってるんですけど、蔵を置く位置っていうのはだいたいこんなもんです。150センチあるかどうか。今のサラブレッドっていうと私の背丈で高いところに蔵を置く、こんなところに蔵を置く、180ぐらい、日本馬は私の目より下ぐらい、それだけ体格が違うから100キロもあったら馬潰れちゃうんですよね。でおまけに西郷さんはフィラリアという病気でちょっと邪魔なものが股の間にぶら下がってる。まあソフトボールぐらいですよ、でかくても。普通はサッカーボールぐらいあったそうです。だから足が太いと圧迫されちゃってまたがれないんですよ。で痩せなきゃいけない、とにかく痩せないといけないっていうんで、明治天皇は西郷隆盛に対してまあ不審に思うのは、お前それ病気だろ、医者による治療処方を書かせてこういう治療をしないといけない病気だろうっていうことで、ドイツ人の医師を派遣するんですね。で、調べてみるとどうもあちこちにもうすでに動脈瘤ができているような、それ潰れたら一巻のおしまいっていうぐらいの状況だったんですね。で、ものすごい処方ですよ。下剤を1日5回カルルス塩っていうね、今も人工カルルス塩っていう薬、
下剤として使われることがあるんですけど、連用しても副作用がないということで知られています。で、効き目のほどはどうかな、自分で飲んだことないので分かんないですけど、それを1日5回下剤をかけなさい。で、なるべく炭水化物を取らないようにしなさい。まあ肉は多少は食ってもいい、体の中で油になるのはむしろ炭水化物なんだっていうようなことまでその指導するんですね。栄養指導もしてるんですね。で、150年前にそんなことまで分かってたのかっていうのをふーんって感じなんですけど、私も心臓悪いんです。あの心臓血管系 の病院に今も通ってます。で、考えてみたら西郷家とは親類なんで、多分そういう血筋なんでしょう。で、10ページ、椎原与右衛門宛て書簡っていう、西郷隆盛からするとおじさんにあたる人に、鹿児島に残ってるおじさんに自分の病気はこうですよっていうのを知らせているんですけれどもね。で、その中で、まあ、下剤を1日5回かけてますよとかと報告する中でですね、運動もしなさいと言われるんですね。で、何か運動をしなきゃいけない、じゃあうさぎ狩りをしますということで、うさぎ狩りをやろう。で、まあ、ドイツ人からもう一つ注文がつくんですよ。で、お前それ雨降ったら休みにするつもりじゃない、それ許さねえからなっていうことをドイツ人に言われるんですよ。じゃあ分かった、雨でもウサギの罠仕掛けに行くよっていう感じで、まあ、毎日ウサギ狩りにこと寄せて運動をする、散歩をするっていう習慣をつけるわけですね。その激痩せして、その下剤1日5回なんていう無茶なダイエットしてますから、激痩せして、で、ここに罠ですね、藁で編んだ縄罠をここに挟んで、で、脇差しを1本刺して犬を連れてっていう、上野西郷さんのあの格好をして、あの目黒区駒場あたりを歩いてたそうです。で、渋谷区の時山町というあたりに住んでたらしいので、往復で2キロぐらいは少なくとも歩いてた。まあ、途中罠仕掛けてもあるから4キロぐらい歩いてたんじゃないかなと思われます。で、ウサギに取れるかどうかは問題じゃないんですよ。あの運動するのが目的だから。まあ、そんな感じでウサギ狩りをしているっていうのは明治天皇も話には聞いてるはずなんですよ。自分でやったことないんですよ。で、11ページをご覧いただきたいんですが、上の段、明治天皇記第4、明治10年9月24日西郷さんの命日です。乱平郡の後一日、天皇西郷隆盛という勅代を皇后に賜い、隆盛今時の家財を論じて棋王の勲功を進ることなかれと仰せられる。皇后すなわち薩摩方、沈みし波の浅からぬ初めの互い末の哀れさと栄じて奉り賜う。で、皇后に対して西郷隆盛という題で歌を詠みなさい、それについては、西南戦争のことを言うな、あえて言うなということで、歌を詠みなさい。で、それに対して、皇后が読んだ歌っていうのがこの歌なんですね。この一首なんですね。もう明らかにその死を惜しんでるわけですよ。で、まあ、最後を討伐したその、なんですか、朝敵を見事打ち果たしました、ご褒美くださいと言ってるような人たちからすると非常に都合の悪い事実ですよね。だからこそあんまり言えない、口に出しては言えない。で、狂ったようにウサギ狩りを始めるのは明治14年の1月からなんですけど、まずは皇居外苑に、自ら馬に乗って近衛兵一大隊半を率いて、これにウサギ狩りごっこをさせるんですね。で、まあ、実際に、皇居外苑というと今 の明治神宮外苑あたりのことだと思われます。というのは西の丸が焼けちゃったもんで、今ある皇居ではないんですね。場所が東宮御所が皇居だったんです。東宮御所の外苑というと明治神宮外苑ぐらいなんですね、場所的に。そこで、ウサギ狩りができるかどうかっていう、まあ、できるぐらい の広さありますよ。で、近衛兵を率いてウサギを
まあ、追っかけさせる。でこのウサギっていうのも人が飼ってるウサギをそこにこう釣り堀もよろしく釣り堀みたいに、まあ、外縁に放って、でそれを追っかけます。まあ、お遊びなんで網も使いません。あのダイレクトキャッチです。でまあ飼いウサギだから野ウサギじゃないから、まあ、それで取れたんですよね。でまあ、あのみかん絞り汁、絞り汁って言い方すぎますね。みかんジュースって言わないんだ。カステイラなどを取りたまい、古年商工44人および侍従雑書業者等にブドウ酒みかん菓子などを賜るっていうことで、甘辛両党だったんですね。大酒飲みでもあるんですけど、ちゃんと甘いものもあのこともお好きでいらっしゃる。で最後の行のこの日取るところのウサギを補佐に共進すっていうのはですね、これは元田長隆という人が測ったことなんですね。もちろんもともと飼ってた飼いウサギなんで、そのまま飼うおつもりであったのでしょう。でも生き物を何ですか、こうしかもあの管理がしにくい放し飼いっていう形で庭に放って、で あの生き物どうしたみたいな、あのウサギまだ生きてんかな、無事かなみたいなことを不意に言われても困るじゃないですか。黙って料理してテーブルに出しちまえって言ったのが元田長隆という人です。なかなか知恵のある人です。で、まあそんなことがあってですね、この絵を使ってウサギ狩りごっこをやるっていうのが、何度かあったんですが、だんだん本格化してきます。12ページの、 あの下の段に細かいルールまで決めてる。これ恐れ多くも明治天皇御自ら筆を取ってこのルールを書いてるんですよ。熱心ですよね、随分ね。で狐狸たりともトラブルことみたいなことまで、書いてありますけれども、13ページに移りますっていうと、ある時この絵の指揮官が、当番の指揮官がウサギ狩りに付き合うのは嫌だ、我々は天皇の護衛のためにいるのであってウサギ狩りをするためにいるのではないっていうことを言っちゃうんですね。でそれをあの取り継いだ侍従がですね、その言葉通り天皇に言いつけてやるぞっていうようなことを、おお言ってやれっていう、そういう業の者がいたんですよ。肘間義輝という人なんですけど、でこの人がそういうふうに言ってますよ、ね、文字より言いつけられるんですけど、かえってですね、お褒めの言葉を、お褒めの言葉じゃない、ご褒美を頂戴する。その夜にあの肘島下戸なんです、あの飲めないんです。でそれを分かっていらっしゃってお菓子をくださるんですね。でよく言ってくれた。でまあそれね、天皇からするとよく言ってくれたんですよ。あの皇居外苑でウサギ狩りごっこなんかやってたってらち合わないから、外行きたいなで、あこの絵使っちゃいけないんだって、いけないんだって、どうしようか、やっぱり外行こうっていうことで、最初は世田谷に日帰りで行くんですけど、結果は坊主でした。ウサギ取れないで、なるとまあ近場じゃウサギ取れないよね、じゃあ泊まりがけだっていう感じでどんどんエスカレートしてくるんですね。それで、明治14年の2月18日ですか、いよいよ八王子まで行幸に行くんですね。15ページをご覧いただきたいんですけれども、でこの時に、16ページの方に移りますけれども、雨の村雲の剣と八坂にの勾玉を持って行ってるんですよ。ちょっと常軌を逸してるんですよね、これ自体が。で、まあ音もしてんのが、まあ宮様はね、あの遊び相手として宮様いるのは不思議じゃないんですけれども、大臣クラスがいるんですよ、山田昭義とかで。普通遊びに行くのに閣僚は連れてかないので、これもおかしいんですね。でおかしいといえばもう一つ、さすがに長州閥の大将であるところの山形有朋を呼んだんじゃ露骨すぎるっていうんで呼んでないんですよ。で呼んだっていう人の中に名前が見当たらないんですよね、山形有朋。でも
来たよっていう人たちの中に名前があるんですよ。で、八王子方面でうさぎ狩りをしましたっていうのの別動隊で、山形有朋は、まあ、天皇とはさすがに別行動するんですけど、イノシシを撃ち殺して、でその仕留めたイノシシを天覧に供して、これ仕留めました。で、すごい意味深でしょ。俺はウサギ狩りをするんだ。忖度しろ。で、私はあのウサギ狩りの御名には従わないでイノシシを狩りました。忖度してくださいっていう話なんですよ。まあそういうやり取りがあってですね。まあちょっとだけ触れますけど、16ページの下の方に、天皇が遊びに行く、うさぎ狩りに行くときに、そこお前ん家に泊まるよって言われた谷合八っていう、これね、庶民なんですよ。あの江戸時代には名字がなかったような人、お金は持ってるんだけど、金持ちなんだけど、なんていうんですかね、もう庄屋でさえない、まあ、ただ の, あの商人のデカいなんですけれども、そのうちにですね、こういう準備をしなさいっていうのがなかなかあのうるさくてですね、まあ、障子を張り替えろぐらいのことはまあ平気で言うわけですけど、お湯戸の流し板削り直しって言って、湯戸の全部作り替えろとまでは言わないけど、流しの板を全部カンナかけて削り直せ、白木にしようぐらいのことは言うわけですね。で、お風呂湯沸かし用大かまど、波釜水5か入りぐらい、1箇所、ただし釜はなるべく古きを用い、湯の濁らざるようせいぜい注意すべし。新しい釜だと湯垢が出るんですね。だから古い釜を使いましょう。だけど流しは削り直して新しい方がいいというような、そういう準備をさせてるんですけども、この、2月18日の翌日、2月19日って仁孝天皇、あの明治天皇からするとおじいさんに当たる方の、まあ、平たい言葉でいうご命日なんですね。まあ新式ですから、ご霊祭ということを、紅葉じゃなくてご霊祭って言うんですけど、ご霊祭ということをしなきゃいけない。で、当然、まあ、あの赤坂の仮故郷 お帰りですよねとみんな思ってる中で、もう一日やるって言い出しちゃうんですね、急遽ですよ。で、まあ、八王子の田舎にいるその商人の家にこれだけの準備をしなさいって言ってるのでも大変なのに、急遽明日行くからって言われて対応できる家なんか本当にないんですよ。で、府中っていう宿場町に脇本陣をやってた家があって、田中三四郎という人が住んでて、でそこに西国御巡行の時休憩で立ち寄ったことがある。でそこだったら去年西国巡行の時に立ち寄ってるから準備もある程度残ってるんじゃないかっていうんで、そこに急遽泊まることにするんですね。でそこで大事件が起きるんですよ。山岡鉄舟が明治天皇ぶん投げちゃう、いい加減にしろっていう大事件が起きるんですね。で、まあ鉄舟は延長戦になった多摩の連光寺村っていうところの、今度八王子から場所を移って、府中に近い連光寺村で多摩市の成績逆らう場ですね、今っていうところでうさぎ狩り延長戦をやるんですけれども、天皇がやるのはあの自らダイレクトキャッチはさすがにしませんね。網を張ったところへ追っかけていくんですね。あの下から勢子がこうわーっと追い上げて、で丘の上にこう網を張って待ち構えてるところへウサギを追い込むという、そういう漁をするんですけど、網から逃れたウサギはですね、なんと天皇に向かって突進してきちゃったっていうのをですね、身代わりになってダイレクトキャッチしてるんですよ、あの山岡鉄舟が。でそれでよくやったっていうんで、あの、自然木を雑草という、あのなんですかね、下働きをする人に命じて、山岡鉄舟って身長190センチとも言われているでかい人なので、波の杖ではお前の体を支えられないだろうという、こんなぶっとい木をですね切らせて、で自然木 の, その今切ったばっかりのこれを杖にしろってもらってるんですね。
で今もそれの杖は残ってるんですけど、で、まあそれはちょっと置いといて、でまあそういう山岡鉄舟とファインプレーをした後でその晩、まあ、府中に一晩泊まります。でちょっとまあイメージ映像なんですけど、あのこれは府中の状況です。府中で、雪が降るっていうと、まあ、大体こんなもん、東京ですからあの歩けなくなるぐらいは降らないですね。でこういう中でうさぎ狩りが行われておりました。こっちが現在の聖蹟桜ヶ丘の聖蹟記念館という建物なんですけど、明治天皇が、まあ、ここで、うさぎ狩りをしたっていうのを記念して建てたんですけれども、中に置いてあるのは維新前に、明治維新を見ることなく亡くなってしまったあの志士たちの、書いたものとかを集めて、ここに、まあ、時々展示会しながら展示しているっていう、そういう施設があります。で、山岡鉄舟が明治天皇をぶん投げたっていうのは、こんなあの脇本陣 の入り口はこんなもんですね。ここなんかはあの商店の作りなんですけど、ここの門を見るっていうと確かに大名が泊まりに来るような格式のある門になっています。この一番奥が天皇 の寝た場所なんですね。まあ奥行きがあるように見せている建物なんですけど、実を言うとそんなに大きくない。あの今の写真はこっからこう見てるんです。だからすごく奥行きあるように見えるんだけど、でも幅はこんだけしかない。で明治天皇があのご神上としたのはこの奥座敷 でおそらくぶん投げられたのはこの部屋です。こっちかもしれない、わかんない。で、28ページまでちょっと飛びます。ちょっと時間ないんでごめんなさい。世間では故事が明治天皇の相撲のお相手を奉仕して賢くも陛下を投げ立てまつったように言い伝えているが、そうは全くの誤謬。今その事実を語ればこうであるっていう苦しい言い訳が書いてあります。あの鉄舟本人は事故だと言ってますけど、あの完全に投げてます。あの酔っ払った明治天皇があの山岡鉄舟何を生意気言うんだこれ殴りかかったですよね。でそれをひょいって避けただけじゃないんですよ、多分怪我してますから。はい、なんでそのままあの殴られてやんなかったのっていうふうに言われて、で山岡鉄舟は苦しい言い訳を重ねてるんですけど、あのもし、まあ、その顔面にこうパンチがこう政権が飛んできてるので、それで俺が目でも傷つけたら天皇は暴君と後世暴君と呼ばれてしまうということを言い訳にして、まあまあ、実際投げてますよ。無刀流の階層だもん、うん、で、そういう、事件もあるんですけれども、まあね、山岡鉄舟というとですね、まあ、西郷と江戸海上の談判をしたその道筋をつけた人でもあるわけですが、明治15年に宮内省を辞めちゃうんです。その後あの西郷と応接の木っていうその、駿府会談の様子を語るあの資料を書いてるんですけれども、これがねちょっと怪しいっていうのは、あの一緒に行った増光も死んでる、西郷も死んでる、それを状況を語れるのは山岡しかいない。だから、山岡がそう言ってることに対しておいそれは違うだろうって突っ込む人は誰もいない。だからあんだけ最後のことをこう持ち上げてるけど、真実その通りだったかっていうのはよくわかんないですね。ただ山岡としても最後のことを悪くは思ってない、どころかむしろ尊敬してるっていうのはそっからわかるんですね。まあ それがあってですね、でそういう山岡をうさぎ狩りに連れて行ったんだなっていうところで一つ感じるところなんですね。で、明治14年15年が16年も計画はしてるんだけど、これは大雪で中止になるんです、うさぎ狩りがね。で明治17年にうさぎ狩りをやった後うさぎ狩りやめるんですよ。その後の18年はもう計画すらない。で17年に何があったかっていうと、
西郷の維持を呼び出してドイツ留学させるという、おぼし飯がありました。ということで、やっぱり、まあ、西郷を、まあ、ある意味尊敬してたっていうのは間違いないことだし、だから言葉に出してはっきりは言えないけど、西郷を復権させたいというおぼし飯があったのではないかっていうところですね。ではっきり資料に何ですか、こう資料的に分かるような、まあ、俺は西郷を復権させたい、陳はこう思っているんだっていう資料はないもんですから、あの妄想と言われてしまえばそれまでですけども、あの私としてはそう考えておりますというところで、ちょっと時間が押してしまいましたけども、一旦終わらせていただきます。まあ、この後の質疑応答でまたツッコミどころはいっぱいあると思うので、あの質疑の時にあのご質問いただければと思います。ありがとうございました。あの有名な保護所会議ってね、あの土木市民の前にやった王政復興の大号令出した保護所会議の時には西郷隆盛座敷に上がれない、庭先にいたっていうぐらいなんですよね。で、天皇と顔を合わせるような位置には いられないんですよ。で、維新後明治4